ビクター・セロンは、ブラジルのプロレスラー。リオデジャネーロ出身。カフーのリングネームで活動し、WWE 参加の FCW に所属していた時期がある。2002年に、アップにてデビュー。アップに所属している間、アップ、ユニバーサルヘビー級王座を2度獲得。同団体に所属するオリバージョンとは、ライバルとして長期間抗争し、 シングルでの対決は大会を盛り上げるカードとして重宝された。他団体にも積極的に参戦し、アメリカだけではなく中南米の団体まで足を運び、プエルトリコではサビオベガと試合を行っている。2007年にはジョバーとしてだが、WWE の RAW の前座試合を放送するヒートにてジョンとタッグを組んでザ・ハイランダーズと試合をし、ECW では ビクター・カルビオのリングネームで、ジミー・クルスと組み、ビッグ・ダ・ディブイとのハンディキャップマッチを行った。2008年1月より WWE とディベロップメント契約を交わし、参加団体の FCW にてトレーニングを開始。2月よりデビューし、シェーマス・オショネシーとタッグを組んで活動。FCW フローリダ・タッグチーム王座をめぐって、長期間他チームと交渉するが獲得するに、至らなかった。 シェーマスとのタッグを解消した後はシングルで活動し、WWE マガジンでは未来のスーパースター候補として紹介されるなど評価は高かったものの、これといった結果を残すことができず、2009年6月6日にリリースを発表された。WWE 解雇後は PWR やカナダの団体である池などのインディー団体に参戦。 PWR では、オリバー・チョンと再戦し、またエル・ダイナマイタとタッグを組んで2011年5月14日に PWR タッグチーム王座を獲得。アップ PWR。ありがとうございます。